中山競馬第10競争長月ステークス3歳以上1600万条件ダート 1200m 出走馬13頭で争われます。向こう正面2コーナーポケット地点からのスタート。正面から強い風を受けながら各馬の枠入りが進んでいます。最後は13番金利ビバーチェ誘導を受けます。13番ゲート収まりました。係員が離れます。再生完了。スタートしました。ほぼ揃いました。11番リンガスーの好スタート。間から好ダッシュは4番のヨンカーです。ダートに入って4カー先頭5番アレット2番手11番リンガスーの3番手それに接近する12番アスタースイング4番手1馬身半内から6番のローゼンタールがそれに続いてそれから1馬身13番金利ビバーチェスの内から9番プレシャスエース2頭の直後2番ビービーサレンダー3馬身相手その後ろ8番タガノビッターがいて1番ウェスタンメルシー3馬身10番ハストラブそしてその後は5馬身離れています。3番ワイドリーザーワンと7番のスーカーアーサー並んで後方縦長で3、4コーナー中間へ4番の4カー先頭半馬身のリード5番のアレット2番手3番手に12番のアスタースイングが上がって残り400を通過その後ろからは3馬身差内から9番のプレシャスエースが差を詰めて4コーナーから直線へさあ先頭4枠の両頭5番のアレットが先頭から4カー食い下がる外に出して12番アスタースイング3番手プレシャスエース4番手に2着を通過8番タガノビッター大外からは10番のハトラブの追い込みださあ先頭アレット外からタガノビッターとハトラブハトラブが捉えた8番のタガノビッターが2番手ゴールイン3番手は12番のアスタースイング中山競馬第10競争マガスキステークス外から伸びた2頭のワンツー10番ハットラブ人気に応えて快勝2番手が8番のタガノビッター3番手12番アスタースイングその後に5番のアレットです。勝ち時計1分9秒9上がり4ハロン47秒3 3ハロン36秒2でした。